いやどっちも馬鹿に恵まれましたよね。で少々ありがたい、進みやすい、はい、この子はやっぱりあの欧州型っていうか、はいはい、あのどちらかというとスタミナタイプ、はい、まあ、体型見てても首差しの太さであったりとか、はいはいはい、まあ、随所にこうパワーとスタミナタイプかなっていうイメージが湧くんで、はい、まあ、うん、まあ近親には3点目にはいるんで、はい、これもどっちかというと、まあ、イメージはダート色は強いんですけど、はい、マインドも芝もこなしてるんで、そうですね、両方どこがあれなのか、うん、どうしてもその出る前に目が行きがちですけど、うん、そうですね、はい、まあ、実際フォービスケッツが重賞勝ってくれてるし、そうですね、はいはい、これもだから、まあ、今のイメージはさっきも言ったようにこうダートかなっていうイメージは湧くけれども、はい、まあ、一概にそうやって決めつけて扱うんじゃなくて、はい、まあ、芝ダート両方、あとはこの子 その運動を開始してから特徴をどんどん掴んでいければなと思いますけど、はいはい、どちらかというと不安なのが大人しすぎる方、はい、あこっちがですか、こっちが、あなるほど、形バランスいいんだけど、もうちょっとこうあのマインドって結構全身気質強い子が多い中では、はい、本当にちょっとどちらかというとボケがそうなんですよね、まあ、運動開始してからそういうなんていうかマインド の、はい、気の強さが出てくるといいなとは思いますけどね。ね、進めていく中では馬格も十分足りてますし、はい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 、このあと順次開始して調教に移行するのもそんなに苦ではないかなとは感じますね。そういう感じなんですね。確かに馬見ててもちょっとおっとり、うん、こっちだとピリッとしてる分、うん、はい、こっちは本当にヨーロピアンの確かにゴロンとした体型ですよね。これ前でのスピードが出てくれたら、そうそうそう、ヨーロッパ行ったらこんな馬多いですよ、多いですよね写真でよく見ます、はい、見てる体型の